こんにちは、ひろちです。じゃじゃーん。さっきですね、私渾身の力を振り絞ってですね、ルックブック撮ったんですよ。ちょっと今日休みなんですけど、いつか撮りたい、いつか撮りたいって言いながら、ちょっと今日になったんですけど、掃除の後にちょっといろいろ動かして、ちょっと広くして、ここを邪魔になるものが映らないようにですね、動かしたりしながら、掃除の後にですね、掃除をして、それを場所を作って、なんかいろいろ並べたりして、はい、今ルックブック撮ってですね、撮った後がまた大変なんですよ。また片付けたりしないといけないから。で、なんかこう、なんか甘いものが食べたいと思ってたんですけど、なんか甘いものが家になくて、スターバックスの、食べたいものがあって、もうそれしか思い浮かばなくて、絶対それを食べたいと思って自転車で行ってきました。ウーバーイーツは一つだけだとちょっと多分高いから。これ、あ、もうちょっと溶けよる、はい、食べないと。いただきます。混ぜるんですよね。この生クリーム食べたい。ちょっと美味しい。この生クリームは甘くないですね、あんまり。生き返る。美味しい。なんかコーヒー味のフラペチーノみたいなのがあって、それも美味しそうやったんですけど、ソールドアウトやったんですよね。美味しい。はい、ルックブックちょっとまあまあ頑張って6パターンやったと思うんですけど、コーディネートを考えてですね、撮ったんですよ、さっき。じゃあちょっと落ち着いたところで一旦ここで挟もうかな。はい、では私頑張ってルックブック撮ったんで、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、では53歳のルックブックどうぞ。
い、いかがでしたでしょうか。はい、さっきからの、2秒ぐらいしか経ってないんですけどね、紹介してから、どうぞって言ってから、2秒ぐらいしか経ってないんですけど、ポイントですね、ここ、胸元に注意と、腕に注意と、足元に注意。もちろん短いスカートとかはもう履けないんですけどね、足が太いから。さらに最大のポイントがあるんですよね。これ一番下がもうジャムみたいなのが入ってるからめっちゃ甘いんですけど美味しいです。最大のポイントは下着の線を出さないっていう、はい、最大のポイントですね。こちらが例えばこういう T シャツ、これはちょっとまあまあ生地が厚いからあんま目立たないんですけどですね、薄めの T シャツやブラウスとかの下に着るときはもう私絶対ぜひおすすめのですね、ユニクロのエアリズムのブラトップキャミソールみたいな感じで、ブラジャーキャミソールにブラジャーがくっついてるみたいなあって、エアリズムのペラペラの気持ちいい生地ですね、あれを私結構ルックブックの中で着てました。ブラジャーを目立たなくするためにキャミソールをその上から着るよりもエアリズムのもうブラジャーとそのキャミソールが一体化したキャミソールだけで着た方が絶対涼しいじゃないですか。しかもなんかもう私結構ゆるいサイズを買ってるんで L サイズを買ってるんで締め付けが全くなくてですね、すごい快適に過ごせるんですよ。下着を響かせないっていうがいいと思いますね。私たちの年齢になったら、若かったらこの胸元を結構見せたりしても腕を全部出したりオスリーブのね着てもそんなにね全然いいんですけど引き締まってるからもうそのねこの腕がですね太いからじゃあどうするかといったら隠すですよね。最後のらへんのちょっと一個ちょっと際どいこの辺までしかない T シャツを着てたかと思うんですけど、はい、あれちょっと可愛くて気に入ってるんですけどまだ一回もどこにも着ていけてないんですよね。これって冷凍庫に入れとったらどうなるんやろ。アイスクリームみたいになってまた夜に食べられるかなと、はい、コーディネートをしたもののですね、まだ全然どこにも出かけられないでいるんですけども、はい、2021年夏の私のコーディネートでしたね。私雑貨も好きなんですけど、服も大好きなんで、はい、これからもですね年に合ったというか年齢を顔に変えて歩いているわけじゃないんで見た目で、何歳ぐらいって分かるからですね。それあまりにも若作りするとそれはちょっとおかしくなるので、はい、それに気をつけながらですねファッションのコーディネートをこれからもしていきたいと思いますので、はい、参考になったらいいかなって思います。そんな感じですね。スターバックスのストロベリーフラペチーノっていう、名前がちょっとよくわからないんですけどストロベリーのフラペチーノもとても美味しかったです。はい、皆さんもぜひ飲んでみてください。今日のルックブックをちょっとでも参考になったよって思ってくださった方と楽しかったよって思ってくださった方はすいません、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では今日も最後までご視聴くださりどうもありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。